とはまあ周辺の状況としてはさっきあのおっしゃってたようなコンピューターソフトが一つキーワードとして出てくると思うんですけど、まあ囲碁と将棋をやまあボードゲームに携わってる人ですねはそういうコンピューターソフトとかに結構敏感に反応するじゃないですか。でそれをやらない人からすると意外と一つのニュースとして位置づけられてると思うんですけど、まあそれについてちょっと分かりやすく今将棋がどういう状態なのかとか、あとは佐藤さんご自身はどうやって思ってるか、うん、その将棋が今人間に追いついてることについてですね、はい、だからそういうこともちょっとお話をしていただけないでしょうか。わかりました。将棋はですね今コンピューターが相当強くなってもうほとんどプロと言っていいぐらい、うん、あるいはまあ本当にトッププロと同じぐらい強いんじゃないかっていうふうに言われてますね。トップと変わらないぐらい、はいはいはい、でですねまあ3年ぐらい前から電王戦って言って将棋のプロ棋士対コンピューターっていう構図でまあまあ団体戦だったりとかやったりするんですけども、まあトータルでプロ棋士がちょっと負け越してしまってるっていう風な状況もあります。まあ去年の電王戦ファイナルはまあまあコンピューターの割と隙をつくような感じでもあるんですけど、まあプロが勝ってなんとかまあ面目を保ったっていう風によく言われるんですけども、まあそれぐらいコンピューターは本当に強くなってて、まあ、もしかしたら、まあ、羽生さんと同じぐらい強いかもしれないなと、へちょっと思ったりしますね。もう本当にトップのトップと一緒、うん、そうなんだ。でちょっと面白い話があるのはその 12,3 年ぐらい前に、はい、コンピューターがプロに追いつく日はいつ来るのかっていうような話題があったんですね、はいはいはい、で10数年前ですね、はいはい、でなかなかまあそんな相当先の話だとか、うん、追いつけっこないとかって言ったんですけど、はい、羽生さんだけは2015年って言ってるんですよ。お本当にもう実現したもうしたと言っていいぐらい、はいはいはい、もう本当にコンピューター強くなってるんで、まあうん、コンピューターすごいなと思う一方で、うん、羽生さんもすごい読みの目もすごいなと直感で、うんまあ、今ぐらいだろうと。そうですね、びっくりしました。その追いつかれてるってなると、はい、当然プロの方も勉強に、はいうんうん、まあ相手ですよね、勉強相手としてそういうコンピューターも使うことが多い、うん、そうですね、うん、最近結構コンピューター使って研究するっていう人は特に若手に多いんですけども、はいまあ、っていうふうに言われることもよくありますね。佐藤さんご自身は、はい、そのある意味人間に追いついて、はい、もしかしたら追い越されるわけじゃないですか、うん、で、まあ、一人の愛好家として、はい、そういう状況は、うんどういうふうに思ってる？結構難しい質問ではあるんですけど、うん、僕は、まあ、別にコンピューターが追いついたからって言って、うん、別に将棋の面白さが損なわれるものではないですし、はいはい、まあ、コンピューター強くなったんだなっていうふうなただの一事実として受け止めるぐらいかなと思ってます。うーん、結構ご自身でも、はい、対戦相手にやったりするんですか？まあ、ソフト持ってるんですけど、はい、ソフト その力マックス出させると絶対勝てないです、はい。一番弱いやつだと、まあ、それはもうそれは勝てる、完全に勝てるんですけど、なんかそのコンピューターにも大体どれぐらいの気力で指してくれるっていうようなモードをこっちで選べて、まあ、5級なのか1級なのか、はい、2段3段、まあ、上は7段とかまであるんですけど、7段とかだともう全然歯が立たないですね。もう本当に強いですね。昔のスーパーファミコンの将棋ソフトとかだったら、はいはいはい、いくら強くしてもさすがに勝てたんですけど、さすがに最近のコンピューターはもう強いです。へえ、そうなんだ、うん、将棋はもうまたそのうち3月ぐらいに3月、そうですね、3月かな、まあ叡王戦っていうのが始まりましたと、うん、それはですねコンピューター同士の戦った、トーナメントがあって、はい、そこの優勝者と人間同士の戦ったそこの優勝者がぶつかると、うんうん、それを、2局やるのかな、うん、っていうふうなイベントが予定されてますね。ちなみになんか注目してる棋士とか、今そこに出てほしいなでもいいですし、はい、まあ、人間の中でって言ったらおかしいですね。まあ、そこのもう、出場者も決まってまして、はい、コンピューターはポナンザっていう本当に強い、うん、攻めが非常に鋭いって言われてるコンピューター、でそのトーナメントもまあ全勝で勝ち上がって、うん、きっちり勝ってきたというふうな、はいはいはい、もう本当にちょっとなんか一個だけレベルが違うのかなと思うぐらい強いコンピューターがいるんですけど、まあ、ポナンザ、はい、で人間側は山崎八段、はいはい、割と若手の結構変わった戦法をしたりとか、うん、結構普通のプロが思いつかないような指し手をよくやるような人の対局で、ついこの間
あの僕は山崎八段の棋譜見て、あこれすごいなっていうふうに思って、こんな勝ち方するんだっていうのは結構あったんで、ちょっと楽しみにしてますね。あそうなんだ。そういうその僕、まあ、囲碁やってる側からすると、はい、やっぱ動き方が決まってるっていうのは相当できることが限られてるんじゃないかなっていうふうに思うんですね、はいはい、でもでそれを突き詰めてるのがプロなわけじゃないですか、うんはい、そのプロでも気づかないようななんか変化球みたいなのが飛んでくる。そうですね。へ普通はですね、なあの駒をこう、まあ、1枚2枚でいっても相手に守られちゃったら、うんはい、その攻めはうまくいかないんですけど、うん、その少ない数をうまく使って、その細い攻めって言われるんですけど、はい、細い攻めをこ う, うまくつないでつないで勝った。へ だいたいそう受け切られてダメになっちゃうんですけども、そこをしっかり勝ったっていうのがあって、あこういう風に攻めればいいのかっていう風にちょっと参考にもなりましたし、指摘になりました。へいいな。それも皆さんぜひぜひ注目していただければと思います。囲碁の方ですね。はい、そうですね。囲碁の方教えてください。囲碁は、まあ、コンピューターは本当につい最近、はいうん、あの今までは全然プロには勝てないっていうレベルだったんですけど、うん、いつだ、まあ、1ヶ月ぐらい前ですかねに、まあ、ヨーロッパのプロ棋士に勝ったと。でそれを作ってるのは、まあ、Google 傘下のディープマインド社っていう、まあ、会社なんですけど、そこが人工知能を活用して囲碁ソフトを作ってで勝ったというのが、まあ、非常に大きな、まあ、NHK のニュースとかでも取り上げられてて、さっき あの羽生さんの予想じゃないですけど、ちょうどそのニュースの前日ですよね、知り合いのインストラクターの方とご飯食べてて夜で、まあ、教えることとかなんかいろいろ話してたんですよ。でその中で偶然囲碁のソフトについても触れたんですね。で、まあ、夜でちょっとなんですかね、気楽な会話で、あのあと3年ぐらい大丈夫なんですかねみたいな、おそうですよねみたいなことを話してて、翌日朝起きたら、まあ、NHK のニュースで勝ったと。でこれはマジかっていうことですよね。そうですよね、うん、でなんか他のニュースの記事とかだと、うん、10年先の未来が来たと。でそれはまあ一つで技術革命、はい、革新で、やってきたというので、まあ、これは今まで囲碁界ってちょっとチェスとか将棋に比べて、うん、コンピューター囲碁ソフト の, そのニュースとかって何ですかね、あんまり燃えなかったんですよ。あなんか僕もなんかまだ先、まだ囲碁はあのその最後の砦みたいなことを言われてて、はいはい、まだちょっとコンピューター、いくらコンピューターとはいえ、うん、囲碁にはちょっと届かないのかなっていうふうに思ってました、うん、でもそれがなんか一気に業界が注目する、うん、本当にニュースとなったので、でちょうど、3月9日ですね、はい、3月9日に、まあ、韓国の出身のイーセドルという、はいまあ、天才棋士がいてですね、それとその勝ったアルファーゴというソフトが対戦するんですよ。ガチンコですね。ガチンコです、ね、でどちらもやっぱり自信満々なんですね。で、まあ、イーセドルっていう人は本当に天才なので、はいうん、さっきの山崎八段じゃないですけど、うん、ちょっと常識とは違う手を打ってくると。なるほど。でそれに対してどれだけ人工知能が対応できるのかなっていうのは、まあ、全員が注目してる、まあ、そういうのが囲碁の最近のコンピューター事情ですね。うん、池田さんはその勝敗予想は言っていいのかな、これ分かんないですけど、勝敗予想勝敗予想、そうですね、これ個人的な見解も含め、はい、見解というかあのこうあってほしいと、希望みたいな、希望も含め、はい、イーセドルが 5-0 なんで勝つんじゃないかなというふうに思ってますね。注目ですね。これはそうですね、この動画はどうなるのか、この後本当にもうすぐの話ですからね。そうですね、はい、で一応5回戦うんですよ、はい、イーセドルとアルファーゴは、うん、でそれも1週間かな、2週間の間にバーってやってしまうので、短いですね、2週間で5回ですか。そうっす、だからイーセドルはちょっと大変だと思うんですけど、そうですね、そこもどうなるのか、うん、本当に注目することですね、はい、コンピューターが強くなることに対して井桁さんどうお考えですか。コンピューターが強くなることは僕はそれでいいのかなとで今その人に何か教えるっていうことをやってますけど、はい、そこには直接影響はしてこないかなっていうのと、あとやっぱり囲碁は世界中の人が日々研究をしてるわけですよね、はい、で、まあ、過去の研究があって今がある、で今の研究があって多分未来がある、でその人工知能っていうのが一つ要素として研究の中のメンバーに加わることで、うん、
さっきの未来が縮まるじゃないですけど、それがなければ例えば20年先のものに発見されてたものが、うん、もしかしたらもう5年後とか3年後とかに見つかるかもしれないじゃないですか。そうですね。なのでそれはすごい業界として明るいニュースなんじゃないかなと、うん、まあプロのプレイヤーの方はちょっと危機感とか持ってる方もいると思いますけど、そこは我々アマチュアですので、そうですね、はい、そこら辺は気楽にちょっと、はい、気楽にそうですね、まあそれが今囲碁と将棋のまあコンピューター、うん、囲碁ソフト事情ということで、はい、皆さんこの後ぜひ Google とか Yahoo とかで囲碁将棋コンピューターとか調べると多分たくさんニュース記事出てきますので、まあ、それで流れとか、まあ、どういう苦悩とかあったのかとかを知ることができるんじゃないかなというふうに思います。